島県の県北地方の魅力を紹介し、県北に行ってみたいと思わせたい隊長のなすびです。僕のふるさとは福島市で、趣味はなんとお菓子作りなんです。東日本大震災で被災したふるさと福島県の復興と再生を祈願して、エベレスト登山にチャレンジ。さまざまなアクシデントを乗り越え、4度目の挑戦でついに登頂に成功しました。福島最高、県北最高、行ってみたいと思わせ隊長。こっちの空気は美味しいぞ、お花見サイクルキャンプに来よう。福島最高、県北最高、行ってみたいと思わせ隊長。こっちの空気は美味しいぞ、お花見サイクルキャンプに来よう。郡町の半田山、標高863、ゆるい階段登れば簡単、10分後には展望台。登山の道はつづら折り、1時間後は山頂。山頂縁結びの伝説に幸せになれるハートレイク。福島最高、県北最高、行ってみたいと思わせ隊長。こっちの空気は美味しいぞ、お花見サイクルキャンプに来よう。福島最高、県北最高、行ってみたいと思わせ隊長。こっちの空気は美味しいぞ、お花見サイクルキャンプに来よう。一度は登ってみたい山、本当の空あったったら、ゴンドラリフトで山に登るよ。初心者ウェルカム、遊びにカモン。黒金小屋でくつろがデート、温泉使って極楽極楽、山頂パノラマ見渡す景色、超超超超気持ちいい。福島最高、県北最高、行ってみたいと思わせ隊長。こっちの空気は美味しいぞ、お花見サイクルキャンプに来よう。福島最高、県北最高、行ってみたいと思わせ隊長。こっちの空気は美味しいぞ、お花見サイクルキャンプに来よう。今回ご紹介しました安達太良山や半田沼以外にも、県北地方には魅力的な山や自然が他にもございます。こっちの空気は美味しいぞ、お花見サイクルキャンプに来よう。福島最高、県北最高、行ってみたいと思わせ隊長。こっちの空気は美味しいぞ、お花見サイクルキャンプに来よう。皆さん、県北に行ってみたいと思ってくれたかな。